坂本新一2月19日から2014年1月14日は日本の鉄道実業家。北海道旅客鉄道の社長や会長、北海道経済連合会副会長などを歴任したが、北海道観光振興機構初代会長在任中自殺した。東京都出身。北海道大学工学部土木工学科を卒業後2964年。 旧国鉄に入社。1979年2月東京第三工事局次長1983年4月大阪鉄道管理局施設部長1985年4月総裁室調査役1985年7月経営計画室計画士官1987年3月北海道旅客鉄道株式会社設立準備室 分室付けとなる。1987年4月、日本国有鉄道の分割民営化に伴う、北海道旅客鉄道の発足に伴い取締役、鉄道事業本部営業部長に就任する。1990年3月、鉄道事業本部、営業本部長。1990年6月開発本部長。1991年6月、 常務取締役開発本部長、1993年6月、専務取締役総合企画本部長などを歴任し、1996年6月に第二大社長に就任した。その後は2003年から代表取締役会長、2006年から取締役会長、2007年から取締役相談役、2008年から相談役を務める。 北の例の企画者である。2004年から北海道経済連合会副会長。2006年から北海道経済同友会代表幹事を歴任している。2008年には社団法人北海道観光振興機構初代会長に就任。2014年1月15日8時20分頃、北海道余市郡余市町の余市港100メートルの 沖合にて死体となって浮いているところを海上自衛隊によって発見された。14日17時頃に秘書が来るまで札幌市内の自宅に送り届け、翌15日朝に秘書が自宅に迎えに行ったが不在で連絡が取れなくなっていたため警察に通報した。坂本の自家用車が余一港の岸壁で発見されており自殺とみられる。 JR 北海道の社長経験者では2011年9月に当時の社長を務めた中島昇春が自殺をしている。ありがとうございます。